どうもこんにちは、松本です。今回農林水産省に行く方法っていうことで、うん若干タイトルが釣り、 な感じになってます。実際は行く方法をお伝えするっていうよりは、先日私が行ってきたので、農林水産省にちょっとお邪魔してきましたので、その辺の話について、うん行って何を感じたか、どんなネタを仕入れてきたか、みたいなことを少しだけお伝えしたいなと思ってます。実際に農林水産省に行こうと思ったら、もちろん物理的な話じゃなくて、建物の中に入ろうと思ったら、やっぱり、 もちろん可能性はゼロじゃないですけども、一生産者として、地方の一生産者として、じゃあ農林水産省の中、建物の中に入って、職員さんたちと話ができるかっていうと、その機会はなかなかないと思うんですよ。何,何か実績を上げた農家さんであるとか、まあ農業関係者であって、すごく、うん、力のある方であれば、そ、う、の、ん、インフルエンサー的な、 立ち位置にいる方であれば農水省と絡む機会もちろんあるとは思うんですけどもたかだか地方の市生産者が農水省のその中に入って職員さんたちと意見を交換するなんていう機会はほとんどないと思うんですよでもうあるとも思ってないだろうとは思うんですけども私もそう思ってましたただ もちょっと書きましたけども、あの、Facebook の中に非公開グループがあってですね、FB 農業者クラブっていう、そういうグループが作られている、Facebook ページが作られているんですけども、これ実はですね、まあ、ご存知の方多いと思うんですよ。というのは、あの、このグループ、今登録者が9000人ぐらいいるんですね。 で、その中の構成っていうのは、ほとんどが、7割、8割がもう農業生産者で、あとは農業関係者の方が登録している。あの、承認制なので、誰でもこう参加できるっていうものではなくて、このグループに対して、あ、僕も参加したいですって、 あのー、申請を出して、許可が下りれ,れば参加できるっていうものなので、まあ、あの、誰にでもお勧めするものではないんですけれども、ただ、9000人もの方々が集まっていて、その中で、農業者同士のその意見交換、情報交換みたいなものをすごく活発にやり取りしてるんですね。特に荒れることもなく、もちろんそれは管理者の方がしっかりと管理し,してるからなんですけども、 いろんな情報が飛び交っていて、非常に役に立つ情報がたくさん中にありますので、もし興味あったら、ちょっとリンクを概要欄に貼っておきますので、興味あったら申請してみてください。で、この Facebook グループの中で、もう6回ぐらいやってるらしいんですけども、農水省と、その農水省の職員とその生産者、農業者と意見を交換しましょう。 っていうようよなそのグループ訪問団みたいなものを今回6回目だったんですけどもを毎年出していてで2月14日つい先日それが実際行われたので私も今回参加しますって手を挙げてあの選ばれたので行ってきたっていうそういうわけなんですよ。でじゃあ実際にそのどんなことが中で行われているか。 どんな意見交換が行われているかっていうことについて、あの、詳しくお伝えすることはできないんですよ。その、どんな、 テーマで話し合いがあったかってことはお伝えできるんですけど、中で話し合われた具体的な話については、やっぱり、あの、クローズドな感じですし、あの、農水省の職員さんが発言したその内容については、やっぱり表に簡単に出すことができませんので、いろいろな問題があってで,できませんので、ざっくりとどんなことがテーマとして話し合われたかだけちょっとお伝えして、あの、その後に、 じゃあ私自身どんな感想を抱いたか、今回のその意見交換会でどんな感想を抱いたかっていうのを最後にお伝えしたいなと思うんですよ。で、実際は、その農業関係者、つまり民間の人間と農水省のまあざっくりと若手の職員さんが、の方々、20人ぐらいだったと思うんですけども、が参加をしているという形で、関と民が意見を 交換するっていう集まりです、すそこで話し合われたテーマについては、大体大きく5つに分かれていて、1つは農地問題、で、もう1つ持続可能な農業というテーマ、で、あと災害対策と獣害対策の問題に関するテーマ、で、4つ目として事業承継、まあ継承って言ったりしますけども、新規収納に関係する話で、 5つ目、所得向上競争力強化っていうテーマこの5つのテーマで、うん、実際は農業関係者フェイスブックグループ側から40人ぐらいで農水省の職員さんたちが20人ぐらい全部で60人ぐらいのメンバーが5つに分かれて自分の話し合いたいテーマで入って でそれぞれがグループで話をするっていう感じなんですよだから全部を自分自身が聞くことができるっていう感じではなかったですでちなみに私は4番のこの事業承継と新規収納っていうテーマで入って話を、まあ、聞いてきたというか意見交換討論みたいなことをまあさせてもらいましたただですねまあこれちょっとだけお伝えするとこっちの事業承継ってこれ何かっていうといわゆる後継ぎ問題ですね 後継者、自分が例えば60代70代でもう長くやってきて、息子に後を継がせたい。けど息子は農業やりたいって言わないんだよね、みたいな後継者問題結構あると思うんですよ。で、これについて話をして、 っってていうところがあ,ってあの後継者問題と新規収納問題っていう2つの問題について話すグループだったとはいえ事業承継の方でかなり時間を割いてしまって私が話をしたいなと思ってた新規収納についてはほとんど触れられなかったっていうまあちょっと残念な感じではあります。だこっっち事業承継にについいてても私自身全然気にしていなかった分野 ですのであの話を聞いていてああんかいろいろ気づきがあったというかああそういう世界なんだっていう現状とまあその解決策というかこういう まあ、いろんな切り口があるんだなっていうことを、新しい情報を私自身、あの、知ることができましたので、これについては、その中で話された個人的なプライベートな内容は別としても、事業承継、事業継承かな、についても、またちょっと別の動画でお伝えしたいなと思ってます。今回の意見交換会、参加して、私自身がまあ感じたことが一つ、 あって、もう一つはちょっと関係ないんですけども、一つは官僚も人であるっていう話をすごく感じたんですよ。あの、例えば国が、農水省が出してくる政策ってありますよね。こんな補助金をこんな人に配りますよとか、助成金がこんなありますよとか、その法律的な絡み、こんな制度を作ってどうのこうのみたいな、いろいろその農水省が動かしている行政的なもの、制度とか補助金とかって いろんなものに関してそれって文章とかグラフみたいなものだけだとやっぱり無機質でそのネット上でよく批判とかすると思うんですよ、まあ、ネット上に限らずこんな政策ダメだよふざけんなみたいな意見をよく言ったりする方多いとは思うんですけどもこれが実際誰かが作っているいろんなことを考慮しながらその末端の農家 が考えている以上に本当にいろんなものを考慮してその政策を立てているっていうことがそれは人が作っているってことが分かるとまたちょっと印象が変わってくるんですよこの政策は自分にとってフリーキーな感じだけどもやっぱりそれを作ったその農水省の職員さん は本当にいろんなことを考慮してもしかしたらあのいろんなマイナスな面もありますよしがらみとかもあるしいろんな思惑があっての政策かもしれないんですけどとはいえこの人が作ってるんだなこの方々が作ってるんだなって思うとまたちょっと印象が変わってくるんですよおいそれとその政策はダメだろうってストレートに批判はしにくくなるなっていうふうに感じましたでこれって 私以前動画でお伝えしたバズマフっていうチャンネルありますよね YouTube チャンネルのバズマフ農水省の職員いわゆる官僚が自分自身が YouTuber になって動画を配信していくみたいなチャンネルできましたよっていうの話をしたと思うんですけれどもこれも同じで人が見えているとやっぱり景色が少し変わってくるなっていうふうに感じることがそのバズマフを見てても思って。 のでやっぱり直接人に会ってその動画を通した人であっても違ったんですけども直接会って話をしてみるともちろんちょっとその話の内容はお伝えできないんですけどもああやっぱりいろんな苦労をされてるんだなっていろんなことを考えて、まあ、仕事していらっしゃるんだなっていうことをすごく感じましたのでやっぱり人と人会うっていうこと自体がすごく重要だなっていうふうに感じました。 でもう1つあの、これ多分伝えてもいいかなと思うのでちょっとお伝えしますけれども、あのバツマフってチャンネルがですね、今もう1ヶ月ちょっとぐらい、そのスタートしてから経っててちょ、登録者数がだいたい2000人ぐらい、もう2000人超えて、順調に進んでるのかなとは思うんですけどもあの、ご覧になった方はすごくよくわかると思います。結構、編集のクオリティが高いと思うんですよ。 もちろんいろんなたくさんのスタッフというか職員が関わっていてまあいろいろやってるんだろうなと思うんですけどもその素人が作ったにしては結構編集すごいなって私自身も見て感じることが多かったんですよでそれはもしかしたら外部のクリエイターの方をその雇って編集をさせてるんじゃないかなっていうふうにもすごく感じてたのであの今回たまたまですけどもその まあ参加しているそのメンバーの責任者なのかな割と結構いいポジションにいる方バズマフ担当者みたいな方とちょっとお話しする機会があってそこ聞いてみたんですね「外部の人雇ってるんですか?」みたいな「お金払ってやってるんですか?」みたいなことをストレートに聞いたらですね「いやいや全然そういうことはないです」と。 あの、職員がそれぞれ自分で編集もやってますっていうふうにおっしゃってて、これはやっぱり、あの、私自身の思い込みかもしれないですけども、やっぱ地頭が違うなと。 本当に素人から始めた農業系じゃない YouTuber の方でも、やっぱり最初は編集結構ずさんなというか、あの、い感じになっちゃう、素人か丸出しっていう動画がやっぱりたくさんな、多いんですけども、最初からまだ1ヶ月しか経ってないのに、このクオリティで編集できるのかっていうのは、やっぱり元々持ってる能力が高いんだなっていうふうにも、すごく感じたんですよ。 ですので、まあ今後のそのバズマフチャンネルの成長にもすごく私自身は期待してますし、その編集能力の高さ、企画構成編集って言われてる部分、この辺がもうものすごく今はもうすでにクオリティ高いですので、これからどう変わっていくのか、で、その成長した時に私たち農家の YouTube チャンネルとどう絡んできてくれるのかなどう全体を成長させてくれるのかなっていう期待も込めていろいろとお話しさせていただいて、まあ、この辺も非常に行ってよかったなって思った部分なんですよ。ということでタイトルから来た結論で言うと農水省に行こうと思ったら自分自身が農家として大きくなる有名になるかもしくは フェイスブックグループ FB 農業者クラブに入って年1回かなぐらいあるその訪問団に参加するっていうのがまあ一つ手っ取り早い農水奨訪問の道だと思いますのでぜひぜひ参考にしてみつつこのグループ入っていただければいいかなと思います。